ちに使わせるし、加護の天使光あれ、グラスのシール。僕より来たれ、災いの子。朽ち果てろ、デモンファルチェン
思いを届けて。一郎、やって。頼んだぜ、隊長。この世がただの人間の時に倒されるというのか。うっ、見える炎に包まれたパリが。私たち、このパリを守れたんですね。つい、完璧なる勝利を得た。疲れすらも、心地よいわ。ねえねえ、これで町のみんなも戻ってこられるんだよね。そうですね。大切な人たちの眠る町を守れたこと、誇りに思います。終わった終わった。さて、これでボーナスはどれくらいもらえるんだろうね。綺麗な朝。こんなに綺麗なお日様、初めて見た気がします。を笑顔で迎えたかったんです。これでもパリ歌劇団の一員ですもの。
俺の可愛い後部をこんな傷物にしやがって。たくよ、直しがいがあるぜ。あんたたち、よくやってくれたね。ご苦労さん。ねえ、大神さん、みんな揃ったことですし、いつものあれやりましょうよ。そうだ、一郎が掛け声かけなよ。それがいいよ。立つなんて粋じゃねえか、あの二人。あれ、そういえば一郎たちはどこ？そいつは聞くだけ野暮ってもんさ。平和とはいいものだ。貴公がいたからこそあの戦いに勝利できたのだな。そう褒めるな。ますます貴公のことを気に入ってしまうではないか。やはり我がブルーメール家の花婿にふさわしき男は貴公しかおらぬようだ。いずれは貴公と契りを交わし、強くたくましい子を産めと両親からの頼りもあったし、
ちろん伝えましたとも。当たり前ざます。当家に婿入りするにはそれ相応の準備がいるざます。皆の者やるざます。これよりブルーメール家の伝統ある花婿検定試験を受けてもらう。試験に合格してこそ貴公は我がブルーメール家の花婿として認められるのだ。黙らっしゃいざます。さてお嬢様、用意が整いましたざます。者ども、屋敷に帰還するぞ。パリシーの御霊よ、すべての役務を果たし、安らかなる眠りにつくがよい。さあ、聖なる樫の森に帰れ。司祭にして生贄なるものよ。素晴らしきかな、パリ。愛しきかな、パリ。褒めたたえよう、パリ。次回、桜大戦3、神探しの者、愛の御旗のもと。子供たち、ゆっくりとお休み。